3体続けてご一緒にステージしていただきたいと思います。登場してくれますのはタボくん、ワタル、イナッピーの3体です。それではステージの方によろしくお願いします。どうぞどうぞ。タボくん、イナッピー、ワタルがサンタに遊びにやってまいりました。実はこの3キャラクターなんですけれども、おととし開催された滋賀県下最大の野外音楽イベント稲妻ロックフェスをきっかけに結成され、踊るキャラクターユニットタボくんバンドとして全国各地でご当地 PR とパフォーマンスを披露しています。じゃあね、まずはそのタボくんバンド自慢のパフォーマンスからご覧いただきたいと思います。キャラのみんな準備ですか？はい、それでは本日のファーストナンバーは皆さんがおそらくどこかで聞いたことがあるんじゃないかなという曲をメドレーにしました。サマーメドレーです。どうぞ。タボくんバンドのメンバーを1キャラずつご紹介していきたいと思います。まずは真ん中のキャラクター、滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト TM レボリューション西川貴教さんのキャラクター、タボくんです。タボくんは西川さんが毎年9月滋賀県の琵琶湖岸で開催している大型野外音楽イベント稲妻ロックフェスの公式キャラクターを務めています。稲妻ロックフェスご存知でしょうか？知ってるよって方どのくらいいらっしゃいます？お、すごい、ありがとうございます。この稲妻ロックフェスなんですけれども、琵琶湖の水を守ろうをテーマに2009年から毎年開催されております。こちらではね、フリーエリアというものがありまして、そちらでアーティストのライブですとか、ご当地キャラクターのイベント、それから観光案内、フードコート、オフィシャルグッズ販売など、こちらすべてフリーエリア内でお楽しみいただくことも可能ですよ。さあ、そんな稲妻ロックフェスの魅力をたくさんの方に知ってもらおうと、タボくん地道に活動中です。ぜひ応援してくださいね。向かって左側のキャラクター、皆様ご存知、愛知県稲沢市のマスコットキャラクター、イナッピーです。イナッピーの頭は稲沢市特産のアシタバと植木、体全体はイチョウの黄色、そして鉢巻きとふんどしは神宮裸祭りをイメージして作られた元気な祭りっ子です。タケノコみたいな形なんですけれども、決してタケノコキャラではないんですよ。お間違いのないようにお願いします。そして最後になりました、皆さんから向かって、あ、今真ん中に来ましたね、この大きな高野豆腐みたいなキャラクター、
世界一の明石海峡大橋を代表とする本州と四国を結ぶ3つの橋、本州四国連絡橋のシンボルキャラクター渡るです。身長は200センチ、体重は120キロ。見ての通りの寸胴探索ですが、この渡るテレビ番組に出るとがぜん張り切って大活躍するんです。第2回ゆるキャラ王選手権やガチガセという番組内で行われたゆるキャラ相撲トーナメント冬場所で並み居る全国のキャラたちと戦って見事に優勝。見た目から想像できない軽快なダンスで瀬戸内の魅力発信に頑張っています。